人の聖堂の史上面聖堂とは、動物体内の音の発生器より発せられた音が、体外に放出されるまでの間に通過してくる、動物の体内の空洞のことである。なお、ここで言う、音の発生器というのは、鳥類の名管や哺乳類の喉のあたりにある音の発生器を指す。聖堂を構成している器官は、生物の種類によって異なっているが、概ね次のようなものである。 蝶類の場合、聖銅は、気管、鳴管、高校、食堂の上部、くちばしからなる。哺乳類の場合、聖銅は、口頭、咽頭、高校、鼻腔からなる。参考までに、人の場合の聖銅の平均的な長さは、成人男性で 16.9cm 程度、成人女性で 14.1cm 程度というデータもある。 聖堂は感覚器の管の部分やシンセサイザーに例えられることがある。事実、聖堂はシンセサイザーの一部のような役割を果たしており、たとえ音の発生器で作られている。元々の音が全く同じであっても、聖堂の形状によって体外に発せられる音の音色は変化する。これは聖堂の形状によって共鳴する音の周波数が変わることなどが原因である。 よって、人などはこの部分の形状を変化させることも利用して、会話や歌唱などを行っている。ともあれ、人のように複雑な発声を行うためには、この聖堂の形状などをかなり自由にコントロールすることが必須となる。例えば、人の幼児の発する言葉が不明瞭となるのは、この聖堂の形状をうまくコントロールできないことも一因である。他にも、 いわゆる早口言葉が言いにくいのは、あまり意味のない言葉だからなどといった別な理由もあるが、やはり制度の形状をコントロールしにくい言葉だからということも一因となっている。さらに、母語は簡単に発音できても、それ以外の言語では発音に苦労することがある理由の一つに、母語を発音するための制度の形状のコントロールは、幼い頃から日常的に訓練が続けられているのに、 対し、それ以外の言語ではそうではないことが挙げられる。つまり、母語以外の言語を発音するために必要な制度の形状のコントロールについて十分習熟していないことが一因なのである。また、個体によって声が異なっているのは、制度の形状が個体によって違うことが一因である。これは、人の制度の形状のコントロール能力には限界があり、 どうしても個体による聖堂の形状の違いが残ってしまうためだ。したがって、例えば、ある人が、あと発音している時の聖堂の形状を MRI などを使って正確に測定し、その形状を人の体と似た柔らかさを持つ樹脂などを使って、正確に再現した模型を作ったとする。それと同時に、その人の、あと発音するときに声帯が振動している。 周波数を正確に測定し、その周波数の音を出す装置を作り、そこに樹脂などを使って再現した制度の模型を被せてみると、その制度の持ち主が後発音しているのと似た音が出るわけである。なお、人は成長に伴って声が変わっていくが、その理由の一つとして身長の伸びとともに制度が長くなっていくことも挙げることができる。ありがとうございます。